お疲れ様です。今日はですね、現環境使用率トップ3のね、デッキを紹介していこうと思います。ってことで早速第3位から、見ていきましょう。こちら第3位、遅延スケラです。はい、まあ遅延スケラね、もうずっと強いというか、もう安定ですね。はい、もう昔から何年間このデッキいんねんっていう、もう代表子さんデッキなんですけども、まあそのフェニックススケキン型ですね。正直ね、フェニックスがマジで強い。でもフェニックスじゃなくて、もともとやっぱベビドラで使われてたっていうのもあって、マルチ強いのもフェニックスじゃなくてベビドラ型でね使ってる方もいたり、あとそれこそスケキンはマイティだとか、まあどっちかかな、マイティかスケキンか。個人的にはもうスケキンフェニが一番なんか使いやすいし強いんじゃないかなと思ってるんですけども、まあそれこそチャンピオンないよって方とかはね、もうバルキリーとか、まあナイト、まあどっちかか、バルキリーナイトとかもね前まくれると思います。サッカーボール君よろしく。さあマジ最近あの煽られ耐性がなくなってきてあれミュートにしてたスタンプ、多いんですよね、やからが、80% ぐらいでボレーが飛んでくるんですよ。さあこれめんどくさいんでポイント打っちゃうんですけど、危ないかな。あ、でもなんか、お、俺のはみ出しつけるとかさ、めっちゃ強い。そしてザッピーまで来るってなると、お主絶対スケラやんけっていう話よね。タルだけでもよかったか。あー、まあさあ一旦もうちょっと耐えてほしいが、いやなんか入っちゃったよ。さあ痛い、お願い、タゲ、うわ出た、このザッピー2体いて謎に変わるやつね、痛すぎー。さあだいぶダメージ受けたんですけど、これはねちょっと攻めちゃいます。相手がポイズンも使って、あー、ゴブリンのやばいゴブリンはやばい。さあまあこれは仕方ないですね。積極的にちょっとここから攻めていかなきゃダメージもねまくれないので、ソウルゴールしちゃってしちゃって、マジこれで、はいはいはい。相手はなんか五分五やっすね。うわー、めんどくさいっすよこれ。スケラ対決でまあゴブリン、まあフェニックスいっぱい貯めてみたいな感じか。あとはこれ相手のサイドの逆行きたいっすね僕は。でなんか橋渡っていきそうだったらもうトルネで下げて橋渡らせない作戦、もう打っちゃってポイズンまで打っちゃう、うざいと思うんですよね。さあで俺は墓石があるんで、この墓石でよしよしよし頑張ってもらってね。まあ、左サイドはある程度ダメージ受けていいので、右サイドだけちょっと警戒してね。よしよしよし、さあソウルコール来て、あれはもう取れねえぐらいでいいでしょ。よしよし、いや流れとしてはね非常に、うっ来た伝説のシバスケラいやさすがにブロックしてくるかなこれは。いやガチでやばすぎ。いやでもシバスケラしてそんなコストもねえんだ。うわでかい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 、マジで熱い。いつのこれ、さダメージ一気に逆転、逆転か、だいぶ追いついたとさ、こんなん遅れてなんかね、アイスイスとかで対応すればいいんで。よし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 、さ呪われたシバスケラによって、あれやり込むガチ邪魔。一回ソウルコールで行こう、一回ソウルコールで行って、ゴブリンさえいなければ相手もねスケラの受けちょっとだるいと思うんで。よしよしよし、さあこれでだいぶ入ってくんねえか。いやーなんか怖いっすねこの右側が意外と。お、ぶつぎちょっと、ちょっと待ったな、ごめんごめんとか言って、さあスケキン出してあげて。いや全然いい流れは、正直完璧と言ってもねいいぐらい。お、お前出ない、こいつ打ちたいね。でこれ右も地味に狙ってます、フェニックスゲーム狙ってます。マジで熱いぞ、
正直。うわー、でもゴブリンがこっから。サスケ君にさすがに託すしかない。もう撃つしかない。あともう祈りっすよ。マジ祈りで、ここの右のソウルコールでマジワンチャン勝ちたい。え、そう、なんかフェニックス。あ、ババイット。お、え、え、許してくれんのそれ。勝ったわ。いやもう負けみたいな試合。相手最後なんで絶対なんかできたやろ。なんもなかったのかな。さあ、まあ、ラッキーが通って勝てるよっていう、まあ、スケラ対決だとやっぱこういうゴブリンとかそれこそアーチャーとかがいると厄介になってくるね。穴場やないかい。サナバンスナイプ、これはスナイプされてるのでしょうか。いやマジ、え、これで端前クエ、これクエイク来たらガチだ。一応警戒してね。うわードヤンにもほどかるやろ。初手端前エレジャーやばくね。どういう思考。さあ、でもこれに関しては行きます。私、あー、インドラ全然もうあれなのかな、戦うのめんどくせーっつってドヤンすぎるやろ。うーん、そう、まあ、エレジェイもそのなんかゆっくりしてるとね厄介になってくるから、序盤の間にもうスキギンスキャラとかやっちゃってゴリゴリダメージ稼いときたい。さあ、エレジェイのインドラ型っすね。最近ちょいちょいいる。うん、やば迷いのない。あんなん、あんなんダメだな。さあ、ライト打ってくんだな。え、なんかプレイ鬼沼ってないですか。うん、フェニックスやられても結局起き上がれるんでね。これが強いっすよね。相手てか、これ穴場ガチで沼ってるぞ、プレー立ち回り終わってないいやマジで、いやーなんかこのソウルコールさ、ちょっとキング起動とか怖いんだけど。うん、ハイスピーちょっとめんどい。さあ、墓石置きたいけどなんとなく残しとくか。うわ、やばっ、何やろ意味わからんこと。さあ、これはさすがに打ちどくか。さあ、打ってここも勝ちたいっすね。さあ、墓石がねマジで強いかな。いや、エリジャイってか、穴番は、あの、よくスナイプで、エリジャイ使ってるんで、ホバリング砲とかトリトンとか入れてる。エリジャイ待機使っちゃうみたいなことよくしてるんで、うまいんですよ、エリジャイは。なんですけど、ドチンパンなんですよ。あー、その延命したかったな。もう攻めなきゃね。ソウルコールもいきます。で、思いっきり攻めて後からエレジェイは墓石だけで守れる沼番来た。うん、美味しいな。さあ、エレジェイ自体にはそこまで相性が悪いわけじゃないんですけど、これインドラとかが入ってくると厄介ですね。いや、まあ墓石が強すぎるですね。いや、美味しいな、沼野郎だ。続いて第2位、こちらマイティコカツですね。いや、まだ生きとったんか我って感じなんですけども、まあ、使用率で言うと第2位というとこで、まあまだまだ強い。まあ使われてるマルチジョイでもちらほらいますからね、コカツはね。そう、何にでも勝てるけど何にでも負けるっていうね、まあ、難しいとこではある。
まあどの環境でも常に一定にいるっていう感じかな。はしまいプリンが強すぎるんだよ。さあエレスピター、あークロスとかなのかな。おー、あーこれやばい、やばいかも、やばい香りがしてる。エリポンクロスだったらガチで勝てない。あこれやばい、あえしかも俺エリポンねえやん。ちょっと待ってよ、これやばいね。エリポンじゃねえ、エリポンもねえしロケットもねえかった。これに勝てたらスーパースターです。あの絶対勝てない。まあ一生あれだ、エリポンからのやつだ。まあロケ打って、さあどうしよう、スピスピでバレルも完封とかされちゃうんだよ、ちょっとめんどくさいっすよ。あ、これ打つか。こう終わったかな、ミニペッカとか来そうなんだ。あっあれこれもう諦めていいかな。どう頑張っても無理な気がしてきた。いやワンチャンってか、耐えたらエリポンクロスだけは引いたらあかんねん。いやマジで耐えればワンチャンあったのかと思いきや、ガチでスピリットが強すぎる。スピスピッつって、いやこっから勝ったら鬼だな。マジでやばい、一生建築されるんだけど。さあ着衣を、あー一個手前にしてたか。うん、ガチやばい。あでもこれは美味しいなんだけど、30秒なわけよね。あマジでやばい、本気で。最近なんか建築士多い。攻めなきゃいけない、攻めなきゃいけない、守んなきゃ。もうやめてー建築ー、マジやばい。なんだこの試合マジで。いや今ね珍しいぐらいにクロスが流行ってんすよね。いやマジクロスも最近すげえいるんでね、世界上位でどんだけいいんだよっていうぐらい、珍しいぐらいクロスが増えてる。そう20回ぐらいいるんじゃねえかって思うんですけど、極めし者たちがね密集してる。世界トップ30とかだとね、多分本当に10人ぐらいいる時もある。あれこれずらす必要なかったか。おーデリバリー、あこれディガロケっすね。そしたら勝てるっすね。もうハシメプリンがマジで最強なので、いやーこのデリのダメージ見たいんですけど。さあ今回の相手はデリバリーウッドのディガー削りなんですけど、これってね多分枯渇の方が相性よくて、というのも俺のハシマイプリンが強すぎる。俺のプリンセスの、うん、よいしょ。これだって一生警戒しないといけないし、警戒しなかったらプリンのダメージが入るっていうので、ちょっとアド取られてんで、これがマジ強いんですよ。まあ、デリー若さの、おい若くないねお兄さん、バレたよこれで。いやこれがガチで強すぎて、ハシマイプリンがで変にハシマイプリンにコスト割いたらっていう。
タイムちょっと痛えな、はい、まあ、これでダメージ一気に逆転ですからね。でまた橋前プリンの繰り返しですからね。で相手が警戒したら低めに出せばいいんで、これ、はい、これマジズルなんですよね。さあでローキー打たれても俺もローキー打ってもいい。マイティどこに出すの今。さあ橋前プリンが強い。後ろ、あーおマイティが、おーらまマイティが気づいたら掘ってたな、おっちゃんをさあ、いやこれマジでね、カットビ相性鬼悪やんってなるんですけど、橋前プリン強すぎて神相性ですね。そして第1位はこちらエレジャイですね。もう本当にこいつはもう今すぐ顔してくれ、ゴルナイトともに本気で強いです。だからもう強いどころじゃないですよね多分。もうぶっ壊れの息を外れてて、久しぶりにねクララやる人とかにエレジャイゴルナイトルネやって多分1本とか取ると、え何今のみたいなえ新しい技できたんクララにみたいな、もしかしたらチートとかクララチートあるんって疑われるくらいのね、なんか意味わかんないんですよねズルです、ズルデッキ。あーこれディガロギかまだ、あーマジでエレジャイゴルナイフニックス組めば全てに勝てるかもしれない。さああれボンんゴブリンで待ってんのかな、珍しいね。わあ、ちゃっちゃ血エレジャイしたいんですけどね。ゴブリンで待つ？まあまあまあ、でも待ってくれたら俺からしたらね、美味しいですからね、もう。ただただ、エレジェイゴルナイトルネしやすくなるだけなんで、相手のユニット量も増えるとね。そう。強いんだよ。これ何が反射ダメで何がタワーへのダメでとかもわかんないし、右がタワーか。さあただただ俺が有利になっていくだけだと思うんだけど、そんなこともないのか。ゴブリンで待つ、まあ展開してみるか。真ん中からか右寄りからかですごい悩むんですけど、右寄りでいくか。施設にね誘導されにくい、外回り内回り。さあ待ったことを後悔させてやる。やっぱディガロケっすね。ガーン芋野郎だ。えキモい、ファルチだ、ファルチ。あ待ってとかミスってる。えマジで飛んでるやん、しかもマジでミスったっすね。トルネのキング起動あんな綺麗にミスるやつ初めてかもしれない。さあホグファルチ、いやこれちょっとめんどくさいっすね感じ。まあでもとりあえず打って、近畿ミスったのやべえな、だいぶ。本命は右です。なのでこれ一回捨て入れちゃいみたいなとこある。さあ2試合ゴール内パルチ引っ張るか。
これきついぞ相手。まあトルネがあるとはいえみたいなのかな。いけ、んにゃー、ちょっと入った。いやラストはマジゴルナイで夢つかもうぜ。夢つかむしかない。走らせて。サファイチを溶かす。はい。やっと。よし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 。ここ抜いて。ここでしばいて。おしばいたらお兄さん。お兄さん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 いっぱいいる。これねこれね走りたいだろお前。走りたいよな、そろそろ。俺もそう思ってんだ、ずっと。そろそろ走りたいよな。走ってこい。いやん、おい。はい。オグをね、トルネで緊急のミスったとか、そんなのもういらない、どうでもいい。いやー、グルネ、絶対走んないだろうっていう距離をね、走ってくれるんでね、好き。デズ。さあこの人何使ってたかな。まあ一旦エレシャ行けばいいか。脳死になっちまうな。さあユウのこんにちは。おーペッコーすかね。人間もあるか。エレシャイからしたらまあ一番きついのが本当このねこういう系の相手たちですよね。そっち行くんかい。ペッカ工場、まあ、人気デッキ、てか陸のね、その受けっていう部分で、ちょっとだけね、緩いんで、これ。ちょっと安っすよね。すぐケツペックしてくる。さあ、一旦守るか。いやーまあこの辺のが走るのは仕方ないです。ピンクドもできてんだよ。さあペッカねー。まあエレジャイだし勝てるか。とりあえずなんかフェニックスが最強だと思うので、フェニックスを飛ばせながらのエレジャイぶっ刺したいな。もし男の許容してもうエレキだけをライトニングで飛ばします。いや今のボスいけな。いやペッカ一発強すぎんかお前。これ美味しいですね。これでペッカを溶かせるんでを繰り返してタイブレイクで勝ちたいので左下ちょっと守りたいですね。押しちゃうぞ。いやーちょっと駅邪魔っすよ。いやーもっとダメージ入れなきゃねって感じですけどペースとしては悪くない。ここもジムに回転早いか。置いていったけど、この押すのがちょっといいんじゃない。押して稼いでガゴ残ってんだだいぶ。うい危ねえ。さあ耐える。いやあるよあるよあるよ。ダメージ全然ちょっとライト削りしていきたいな。こういうので一回、こ
こういうこともしてみる。タイブレーク用マジかよ。耐えろよ、耐えてくれよ。うえい、ドゥ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 でしたね。いやピック勝てません。これはねラッキーしましたね、まあ、だいぶきついです。はい、まあ、エレキマジアチョライトで潰すのが徹底かなと思います。ちゅうことでまあ勝てたのもねやっぱエリジェのデッキパワーかなと思うので、こちらねナンバーワンのエリジェ、ナンバーツーのコカツ、ナンバースリーの遅延スキルもね、はい、皆さんぜひやってみてください。ではお疲れ様でした。また。